はい、こちら外来種樹木南京ハゼ、ニセアカシアですね。はい、そしてこちらシュロ。はい、それからこちら南天、こちらも勝手に生えてきます。といたら勝手に生えますよ。はい、それからこちらが猛毒の強竹と花が咲いてます。はい、それからイチョウ、こちらは銀杏が取れるので許してね。こちら銀杏です。こちら玉椿も許してね。はい、こちら駆除しました南京ハゼの木です。これをこれから割って薪にしたいと思います。外来種の木ですね。はい、薪にしますね。おっしゃー、薪割りじゃー。あら、ということでちょっと割ってみたんですけどね、これお分かりですか？黄色いんですよ。木が黄色い。これはね、びっくりですね。他の木と比べてこんな色違うんですね。こんな木の色があるんですね。はい、これだとやっぱり木材として使うとしたらどうなんでしょう。真っ黄色の木、これ染めてないですよ。こんな木材木で使えないですよね、っていうことですかね。まあとにかく、まあ、薪としては使えるんですけど、これだと木材にはならないかもしれないです。はい、ということで南京ハゼ、薪としては使えるかもしれないけども、木材として使うのはちょっと無理かなっていうお話でした。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。